恋するラブフォーケタ。シウマさん、今回はなんと素敵なゲストがいらしてくださっています。どなたでしょうかね、はい、知りません知るわけがないと。とっても可愛い女性なんですよ。そうですか。じゃあ楽しみにしかもなんと動画の最後には素晴らしいプレゼントがあるので、動画の最後までぜひ楽しみにご覧ください。それではラブフォーケタスタート。恋するラブフォーケタ始まりました。今日はなんとなんと素敵なゲストに来ていただいてます。小西さん、春さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シウマさん、はい、小西さん、なんか最近お悩みがあるそうで。はい、いきなり、はい、俺まだ何もこんにちはもしてないですけど、もういきなりいつも食い気味でいきますこれこれはこのマリタ君です。かわいい。不思議だからね。不思議。もうなんかシウマさんに懐いてますよね、うん、シウマさん大人気ですね、動物にも。そうなんですよ、虫と動物には好かれます小西さん、最近なんかお悩みみたいな。いきなり行くんだしますね、いいですけどいきなり言うんだと思ってお悩みはそうですね、仕事が最近、その出身が大阪で上京してきたんですけど2年前に、でもその時よりだいぶ仕事させていただく機会が増えて、なんかこれからどうなっていくのかなっていうのがすごく気になっています。はい、朝ドラでもガンガン活躍されて ありがとうございます。でも可愛いですよねありがとうございます。何ですか、柴さん、その笑いはいやいやお仕事ですって。仕事悩んでるんですね。はい、事前に先ほどデータをいただきまして、名前の画数と生年月日と携帯下4桁足した合計数字で見ました。はい、でまず携帯電話下4桁足した合計数字が14っていう数字で、はい、これあまり実は良くない数字ってことは知ってたんですよね。はい、YouTube 見させていただいて、この、そうなんですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、でこの14っていう数字どちらかというと、はい、破壊の数字なんですよ。なんかいろんな物事を壊してしまうだとか、プラス面でいくと、はい、自分のスタイルを壊していけるとか崩していける。あ、なるほど。とか、あと物持ちがちょっと悪いっていう特徴があるのが14ですね。はい、あとお金の使い方も下手くそっていうのもあるんですけどどうですか。いや、もう合ってます。合ってるんですね、はい、すごい下手くそですだと思います。そうなんですね。興味を示したものにすぐこう手を伸ばして捕まえてしまうっていう特徴も一応持ってまして、はい、で、買った後にこれいらなかったなとか、うわ、違ったよねっていう風になるのが一応特徴、はい。最近めちゃくちゃ多いです。特に最近。言い方悪いけど無駄が多いですね。そうですね。もう本当その通りです。そう、一応買い物とかそういうところに関しては無駄はちょっと多いかもしれないです。お金のかけ方が少し下手くそかなっていうのが一番出てますね。はい、はい。で、去年から仕事も上がってるんですよ、実は。はい。去年から上がり始めてて、で、今年もっと大きくなるために何かスタイルを変えるとか変化をするとものすごくいいんですけど。あ、なるほど。何か変えました？髪型だったりとか。そうそうそう。何変え、あ、でも去年は猫ちゃんを飼い始めたり引っ越したり環境が変わって、はい、それが大きいかもしれない。そうですね、去年変わって今年も何かこう変えてった方がいいっていう。あ、なるほど。はい、で、なんか今年壁にぶち当たってるのかなっていう、超えなきゃいけないことをなんか超えられてないっていう。超えなきゃいけないことを超えられてない。そうです。これ性格がちょっと邪魔してまして、はい、これをやると私の中で許せないっていうのが出てるんですよ、はい、この見た目の雰囲気の柔らかさと違ってものすごく芯があるんですよ、うん、笑顔とこの柔らかい状態で刃物でいろんな人切っていくんだ一番怖いタイプじゃないですか。スパスパ優しい顔して打ち壊していくんですね、破壊で。ちょっと言ってるのかもしれないです。スパスパやっていくんですよ。で、生年月日から16日生まれなんで、はい、ちょっとあれなんですよ、男気があるとかっていう16という数字がそうなんですよ。
なるほど。で、おっさん化しないように気をつけましょうっていうのがあるんですけど。小西森さん、おっさんが。この年にして。なんかちっちゃいおじさんが。いるかもしれないですね。ちょっと。ちっちゃいおじさんじゃないですよ。今はまだちっちゃいかもしれませんけど、大きくしないようにしないといけない。なるほど。これ以上成長しないように、ちょっと気をつけます。っていうのがちょっと特徴としてあって、なるほど。年上の男の人嫌い？どうだろう。でも苦手？まあ、年上すぎるとちょっと。じゃあ俺ダメだ。恋愛とかじゃなくてですよ。あの仕事に関しても何にするにしてもちょっと年上の人苦手かなっていうのが。ああ、ちょっと思う瞬間は。はい。基本言われるの苦手なんですよ。はい、上からとか、はい、笑顔ではいって言ってるけど知るかとかって聞くかみたいな。めちゃくちゃその通りです。もういつも吹き出しでもう多分一人で思ってます。その意見に対して全部反論してるはずです。大正解でございます。でもまあ笑顔で笑ってごまかせるっていう素晴らしい名前の画数に13っていう数字を持ってるんで、でこれがあの社会運っていって仕事の運気を見るところなんで、なので笑顔がなくなったら仕事の運気が下がると思ってた方がいいです。自然に笑えるから、だからマネージャーさんとか今いらっしゃると思うんですけど、最近なんか自然な笑顔がないなっていう時はあの SOS です。あ、ちっちゃいおじさん出てきたなこっちが大きくなっちゃって確かにっていうのが特徴としてあるんで。あ、でもそうなってるんだ。破壊ってでもどんな破壊なんですか、シルマさん。新しいものを買って歩いてて落として割れたりとか。なるほど。気づかないうちにリモコン効かなくなってたりだとか。はいはいはい。あ、今日の朝です。はい、何があったんですか。なんかあの、なんだっけ、電動のスカ、ミューラーが急につかなくなって、あ、電池今日買わないとみたいな。とか、あとなくしたのも最近あります。置いてきちゃったとか、なくしちゃったが多いです。壊しちゃったとかとか結構やるんですよ。まさに今日です。で、あと物にちょっと執着ないんですよね。買いはするけど、ほったらかすみたいな。はい、その通りです。ケアをなかなかしないで。もうその通りです。買ったことで満足しちゃうみたいな。多分その感じが多分自分の中にあって、仕事に関しては、まあ、ある意味切り替え上手っていうところでいいんですけど、後ろに残さないように、はいはい、残さないようにっていう形になるんで、はい、今まだマイナス思考そんなに強くないですよね。はい、そうですね。どちらかというと もともとすごかったんですけど、はい、もう本当それこそ去年から全然その感じがなくなってきて。ああ、やっぱ、よかったです。はい、もう猫だな。ああ、もうそうですね。猫と引っ越しのおかげですね。はい、引っ越しで環境変わって、多分それまで結構暗い感じがするんですよ。そうですね。そんなにパッと変わるんですね。そうなんです。ちょっと自分でもびっくりしたんですけど、なんかやっぱ最初1年は安定しなかったというか、気持ちがちょっとなんか不安なところがあったりだったんですけど、もう引っ越してガラッと全部が変わりましたね。そうなんだ。猫ちゃん持ってってくれるんですか、そういう邪気みたいな。いや、一応ありますよ。よくなんか足元スリスリとかは、何か外から持ってきてるものを一回こう削ってるっていうのを一応沖縄昔から言われてることで、多分なんか普通になんか習性だと思うんですけど、一応多分スピリチュアル的なところでいくとそういうの、飼い主が持ってきたものをこう自分で背負って。いいですね。初耳ですね。はい、あのちょっと外に一歩出るといろんな影響を受けやすいっていう特徴を持ってまして、いいも悪いも全部背負うっていう、はいはい、それ取ってくれてるんだと思います。ありがたい。ちょっと感謝伝えないと。仕事ですよね、はい、どうなりたいですか。もっと仕事がしたい。素晴らしい。もっと仕事がしたい。はい、もっと仕事がしたい。いろんなお仕事に携わりたいですね。はい、面白いですね。行こうか。はい、お願いします。携帯ちなみに待ち受け画像って今何にしてます、スマホ。実家の猫ちゃんです。とにかく猫ちゃんですね。はい、そうです。実家に4匹いて。そうなんです。実家に4匹いるんですよね。はい、気性が荒いのは映ってます。映ってます。
一匹しか映ってないんですけど、はい、あのその待ち受けは、はい、その子ですね。あ、その貴重な荒いやつ、はい、あ、それが張ってるんですよ。まあ、4匹って言ってたんで、はい、貴重な荒いやつが欲しいなと思う。あー、なるほど。その中でも、なんで貴重な荒いやつの猫の写真待ち受け画像にして、はいはいはい、とにかく仕事ですよね、はい、そしたら、その画像に32っていう数字をオレンジの色でくっつけてほしいんですよ。32、はい、はいはいはい、待ち受け画像の左上、左上に32、画像編集で32ってやると、はいはい、この32っていう数字が良縁が良縁を呼ぶっていう数字で、で、人との縁だけではなくて物とか仕事とかの縁も引き寄せるっていう特徴があるんで、なのでそれをすると14っていう数字のマイナスの部分を打ち消しながら良縁を引き寄せるっていう特徴があるんで、はいはい、32をすることで仕事の縁が引き寄せられるので、ぜひ。なるほど、やってみます。はい、それって大きさとかは何でも、大きさ分かりやすくしてもいいし、なんか恥ずかしかったらちっちゃくしてもいいし、あ、なるほど、気分で変えていいんで、そこは、はいはい、分かりました。ぜひやってみてください。はい、やってみます。でもトニーさんでも選んでたものがね、全部自分をこう変えられるものでよかったですね。いや、本当そうですよね。もうすごい奇跡に感じます。うん、奇跡を起こしやすいっていう一応数字も持ってるんで、はい、名前の春っていう画数が、はい、六角になるんですよ。多分普通に数えると六角にはならないんですけど、ひらがなの場合、あの丸がつくと一角増えるんですよ。あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあ2個、あ、確かについてますね、はい、なので六角になって、この六っていうのはちょっと目に見えない不思議な力をキャッチすることができるだとか、気になる動物、まあ、自然みたいな会話ができないような、はい、会話できないなたまにできる、たまにできるけどっていう、そういう動物の気持ちが分かるだとかっていう、ちょっと不思議なエネルギーをキャッチすることができるっていう特徴を持ってたりするんで、なので動物は飼ってた方がいいかもしれないです。あ、よかったですね。よかったです。少ししたりとか、お猫ちゃんがあってね、もうすごい救われてます、いろいろ。嬉しいです、はい。なんか仕事ありますか、他に。あ、なんかその仕事をこううまくいかせるために、なんか髪型とかなんか変化つけたらいいものとかってありますかね。今もうそのまま言葉で髪型変化髪型っていうのが結構キーポイントなんですよ。流行りの髪型にするだとか、まあ、多分役的に何かあったりするか、なかなか変えられない部分あると思いますけど、髪型意識してた方がすごくいいんですよ。へえ、はい、なるほど、はい、なので今自然と髪型とか何か変化、服とかじゃなくて髪型っていう表現したんで、そうですね、服の中から欲しいんでね。そうです、自然にそれを選んだのと、あと合ってるんですよ、はいはいはい、髪型特に意識すると運気が上がる。だから髪の毛にダメージを与えると運気が下がるっていう特徴あるんで、はい、髪型だったり髪のケアだったりすると運気上がります。なんか変えたい髪型とかあったら。いや、ちょっとずっと長いので、ショートカットにしたくて、なのでちょっと今やってるお仕事が落ち着いたらちょっと考えてみようかなと。あ、やっていいと思います。今流行りですか。今流行ってますね。そうですね、流行りですか、まあ、夏ですし夏だからなんか俺もう夏だから髪切ろうかな。これ以上切ってどうするんですか、しゅうまさん。今人生で3番目ぐらい長いんですよ。そうなんですか。そうか、野球してたんですか。そう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 。あ、じゃあ坊主の時もあったんですか。坊主、はい。2016年とか坊主でしたよ。あ、そうなんですか。しゅうまさん、じゃあまた坊主にしてみたらいいじゃないですか。あ、確かに運気が上がるかも。ちょっと上がって何言ってんだろうね皆さん、なんか最近シューマさんが美容に目覚めたらしいですよね。そうですね。なんか最近はメンズもお肌に気を使う時代ですからね、はい、シューマさんされてるんですか。はい、やりましたよ。やってるんですねはい、最近始めました。まあ、ありがたいことにメディアに出る回数増えてきたので、全くそういう興味なかったんですけど、最近はこう保湿とかクリームとかプルンとされてますよね、シュンバさん。やってます、なってます。
なってます。実感がわからないんですよね、野郎なんで。まあそうですよね、でもなんかすごくキメが細かくてプルンとなってますよね。あ、でもそれはちょっと感じます。特に額とかこの辺とか。へぇー、シュームさん何使われてるんですか？ソフィスタンスクリア私も使ってます。ソフィスタンスクリ クリアこれいいっすよ。これいいですよね。これね、やるでしょ、塗るでしょ、うわってなる何わってなるのって擬音じゃわかんないんですけど、なんかそのパワーみたいなのも感じるんです。そう、それが、すごい。だってえだわってなるんですか。なるシューマンさん面白いねでもそのやっぱり物によって波動ってありますから、結構いい波動を出してるってことですか。なる、一気にね、エネルギー的なものがうわっだってなるんですか。一回こう出てくるで、それをねこれでこうバランス取るんだよね、閉じ込める的な、はい、伝わればいいかな。そうですね、はい、いやそんなシューマさんもわっとあっとなるこのソフィスタンスターターセットをなんと10名様にプレゼントしちゃいます。シューマさん、スターターセットとは一体どんなものですか。はい、磨き抜かれた発酵液の力ですっぴん美人を育てるスターターセット、まずは保湿美容液スピリット、これ1本で化粧水と美容液ダブルのアプローチ、皮脂バランスを整えて透明感あふれる美肌に、テカリ毛穴が気になる夏におすすめです、はい、続いて乳液グロー浸透型ヒアルロン酸がお肌の水分量をアップ、スキンケアで水光肌を叶える高機能乳液、続いてクリームユナイト、もっちりきめ細やかな柔肌に育てる高保湿クリーム。というわけでね、シューマさんがすごく頑張って読んでくださったスターターセット、なんとね、ソフィスタンス公式アカウントをねフォローしていただきます。そしてちなみにシューマさん、美容についていい数字ってあるんですか。はい、美容についていい数字ってあるんですよ。これ何個言った方がいいかな。とりあえず一つにしますね、はい、17という数字が美容にものすごくいいんですよ。なるほど、17なんですね、はい、なぜ17なんですか。はい、17という数字は魅力あふれる数字なんですよ、だから中からこう出てくる美容に関して美的センスをものすごく磨かれるものになるので、ものすごく相性いいので17。そうですね、はい、美容っていうのは内から来るものですからね、はい、なるほど。ではこのねハッシュタグソフィスタンス17をつけて肌悩みをコメントしてください。当選者には7月中に DM でご連絡させていただきます。応募期間は2021年7月10日午前11時までとなっております。たくさんの応募お待ちしていますので、どしどし送ってくださいね。